分かったよ。よーい、どんぶり。は、よーい、どん。はい、どうも、プライムです。はい、どうも、ロッピーッチです。じゃあ、今回からなんと新作の愛猫の匂いをやっていこうさあ、と今思い回まからす。新作の愛猫の匂いをやっていきたいと思います。早速ね、なんか寒い BGM がね、流れて怖いな、怖いな、なんて思ってる方もいると怖いな、思怖いな、why now? why now?Why not? Why Why not? no? Why って now? 人もいると思うんです Why けどもね、早 now? 速やっていきましょうか。じゃあ、シャットダウンから始めましょうか。シャットダウンは始まらないんで、始めからでもないです。中目地派。はい、じゃあやりましょう。中目地派。ええ。これはどういうゲームなんだろうか。これはね、戻るゲームだね、今見てる限り。本当だね、戻れ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 。今、僕らの頭に入ってきてる情報は、とりあえず戻るっていう、そういうことだ。情報が入ってきてないから。お、一瞬。サダの子が戻れ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 。俺お前ボール来てんぞボール来てんぞ戻れ戻れ戻れ。タッチアップ急げタッチアップ。早くなんだタッチアップってなんだ。でも戻れ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 。これ何なんだこれ。戻れっていう字がゲシュタルト崩壊してきたわ。戻れ。何なんこの女の人は何なん。夢に出てくるわ。あ、じゃあバックスペース押せばさ、進むんじゃない。バックスペース押す。だから嫌な予感しか押したけど何もなんない。お戻れ戻れって感じ。本当にこれ合ってたっけ。合ってる合ってる。お前ゲシャルト崩壊してんじゃないカチッカチッって。これあれじゃない、あの償いの時計のオープニングと同じ音で素材が同じなんだろうね。ここはやっぱり森永。ん？ここはどこだ。お前は誰だ。どうしてこんなところに。記憶喪失してんのかね。今まで何して。記憶喪失なりてえ。なんでだよ。右手に秘められた力宿りてえ。なんでだよ。思い出せねえよ。何も思い出すことができない。包帯巻きて、右手に。お前、中二かよ。これ何なん？鏡。俺の名前は、鏡京也。中二だな。ね、そういうテイストでお送りしてくんの、今回。知らない。今んとこ中二だもんだって、この人。これは、誰だ？俺は、俺は、お前は。何？シャワー浴びてる。シャワーだ、ね、俺は誰なんだ。あ、動かせた。いえ。よっしゃ、じゃあ。化粧品などが置かれた兄弟。鏡には見慣れない男。これが俺。俺がお前で、お前が俺で？化粧品が置いてあるってことは、うん、でかつこのベッド見てください、ベッド。ダボベッドですね、これ。ということは、どういうことだってばよ。みんな推理でしょ。彼は、うん、多分釣りやってんな。釣り？釣り趣味だな。そうだな。ただ枕は2つってことは、魚のための枕だもんな。そうそうそう、魚と一緒に寝る手ばっか。やべえ、これなんか幸先悪いな、これ。幸先悪くないよ。幸先悪いぞ、これ。どうしよう。Happy birthday, Techman。愛しい悪魔の世界へようこそ。悪魔と契約して。うるせえよ。悪魔、それが俺の名前なのだろうか。悪魔と契約して。契約しろ、勝手に契約取りて。いや、お前営業の話かよ。まあ化粧品があってダブルベッドってことは、まあ恋人がいるんだろうね、きっと。そういうこと。まあ豚に悪魔って書いて悪魔。広いな広いな広いよこれ。ウサインボルトなら12秒ぐらいかかる。なんか人が4人ぐらいさ、3、4人通れる廊下ってあんまりないよ。ないよ。俺なんかいつもハイハイして通ってる。手伸ばしちゃうこれ。廊下を真横に。扉が開かない。鍵はかかっていないのに。 Why now? こいつバカだろ。鍵かかってなかったら開けられるに決まってんだろうが。本棚なんだ。萩原流れだ。なんだよ。萩原流れだよ。あれ、中尾明さんですか。なんだよ。そんな似てねえんだよ。似てねえんだよ。
あれ、藤岡弘さんですか。いやー、おう。いや、お前そこ反応してくんないとさ、寒いところじゃんか、これ。あれ、中本浩二さんですか。え、なになに、わかんないわかんない。あれ、中本浩二さんですか。え、わかんないから、え、中本浩二さんですか。じゃ、自分なりにちょっと推理してやってみてよ。いや、わかんねえよ。いや、試しに。あ、正解かもしれないじゃん。仲間って何だ。中本浩二で。中本浩二。うん。いやいやいや、どうもこんにちは。どうも、中本浩二です。どう。あながち間違いじゃないかもしれない。近かった、意外と。あ、赤い何かで汚れているケチャップ。ケチャップ料理作ってたよね。ケチャップ料理ってなんだ。ガスコンロ。あら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 。換気扇、紐を引いてみたが、何も動かないじゃん。そうだよ。なんだ、モデルハウスか、ここは。ここはモデルハウスだ、ここは。モデルハウスだったってオチだな、多分。モデルハウスだったってオチだよ、多分。そうだよな、多分。おそらくそうだよ、多分。やかない。あべ、なんかあるよ、電話じゃん。お。もし、ベッキーだよ。しもしも？あれ？もしもし？あれ？もしもし？あれ？しもしも？何？あ、なんでだ。T シャツにスカートに靴下、誰のものか。こいつ、蛇口をひねってみよう。何も出ないじゃん。何もひねって、頭をひねろよ、頭を。お、なんだこりゃ。あ、バスタオルかなんだ。清潔ですか。チョココロネかと思った。チョココロネ。チョココロネ食べたくなってきちゃった。あ、これ、男子便。男子便器。浴槽さ、てか風呂場でかくね。うん。何これ、この右下の方とか何使う。ここら辺で体洗ってさ、で、シャワー伸びるのかな。おっとっとっと、湯冷めしちゃう、湯冷めしちゃう、つって、こうやって、これ男子便器に入るっていう。便器男子便器みたいな、これ。男子便器。でかい。男子便器でかいよ。今の家男子便器でかいよ。今の家男子便器は自分が入ってやるんだ。人間でトイレここにあるしね。トイレ。今は使う必要がない。トイレに行くっていう概念を覚えているんだね。今のうちに行っとかないと後で後悔するよ。加賀美京也くんは、そういうことなんだね。そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。萩原長江だよ。え、吉住さん？なんだよ。萩原流れだよ。吉住も似てんだよね。うん。あれ？俺はトランプ見たっけ？シュリンプ？シュリンプ？シュリンプは見たかな。エビじゃない。見たよ、見たよ。だってハッ。あ、ちょっとこれさ、これなんかあんじゃない？ハッピーバースデー、タクマ。悪魔と契約して。うるせえよ。一時中二病発症してんじゃねえよ。ノルマ達成して。いや、影響だろ、それ。現実的だな、おい。まあ、ええわ。なんなん、ここは結局。なんなんだ？ここになんか行けるとこないの？なあ、わからん。鍵は買っていないのに。なんだって。なんなんだ？チョコボール。ちょっと、どこよ、行けばいいの？これ、もう早速積んだよ、これ。もうやめ、もうやめたい。もうこのゲームやめたい。ああ、見つからない。いや、俺そこら辺の流れで悪魔の契約来るかと思ったけど来なかった。あ、なんか浴槽になんか入ってるみたいな。あ、設定温度は41度。41度があれだね。多分。おや？ラスボスを倒すヒントだよ。濡れているということは、これは割と、さっきまで濡れているということは、分かったぞ。なんだ？濡れている浴槽なんだ、これは。いや、だから濡れているからなんだっつってんの。わからない。わからない。あとよくさ、あれだよ、細かく調べる必要があるってことだよ。細かく？え、見？もっとよく、よーく見るんだ、もっと。見るではない、感じるんだよ。Don't think. Fails. フィールさ、パチンコメーカー。パチンコメーカー。3枚の、そこをよく見ようよ。3枚のカード、2枚は真っ白で1枚だけ赤い文字。愛しい悪夢の世界。愛しい悪夢の世界。誕生日おめでとう。誕生日は俺の。俺の誕生日？悪魔の誕生日は？悪魔の誕生日は1月1日。そうなの？うん。じゃあ0101じゃん。おいおいだね。丸い丸い。これで本当に合ってたら
あれだね、アカデミー賞だね。そりゃそうだよ。ちょっと、まあ、だってもう誕生日知らねえんだもん。これ1万通り試す。いや、やんねえよ。1万通りだよ。何も面白くないし、時間もかかるしさ。誰が得すんのって。誰が得すんの、そういうことでしょ。誰が得するんの。今でしょ。なんでお前が言っちゃうの。誰が得するの。順番に見てこう、もっとちゃんと。赤い何かで汚れているシンク。赤いサムシング。まあなあ、ケチャップか。もう 棚も全部見た。小物入れ、裁縫セット、時計。カチッカチッて聞こえるような、どっかで見たことあるような気がする。猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃったな、中見れた。あの、棚は調べないの。棚は調べたよ。さっき調べた。右上の棚。右上の棚？ここ？ほら、食器棚みたいな。さっき見たじゃん。こういうさ、細かいところをさ、いちいち。見なきゃいけないの、これ。そうそう、他見てよ。と何かがあるんだよ。俺ら何かを見落としてるんだよ、きっと。ここで何かがミステリー。そんなこと言われてもね。どこかで何かがミステリーって何？何なの？どっかで何かがミステリーって、海外ドラマじゃなかったっけ？あ、そうなの？うん。確か。お !4 月29日に赤いペンで、たくま27歳誕生日。4月29が27歳の誕生日。おー。これ、ちょ、あと右のなんかさ、枠とか。あ、いい、大丈夫か。4月29日ね。試してみようか。0429だ。絶対そうだよ、これ。さっきのさ、トランプにさ、あ、うん、手紙が置いてある。あ、ほんとだ。手紙？あ、ほら、こうやって済んだよ。なんか知らんけど。赤いハート。開けてみようか。開けてみようか。メッセージカード。お帰りなさい、たくま。うん。あれ、これだけ？うーん。メンヘラやー。これ、愛してるの数を数えるんだよ。今、愛してるの数、12、3個あったな。メッセージカードの裏が赤い。1個くらいで4かけるもの。君のラブレター。君のラブレター。水の音。川ず水の音。入るかもしれない。水ってことは、わからん。風呂場かトイレ、風呂場かトイレだろうが。こっちじゃない。うん、あれ、そっちだった。浴室から水の音が。ほら。うわ、貼ってある湯船に水が。そうだ。オーマイガー。溢れてる。犯人は強化系だな。強化系の念能力者だな。どんどん増えて。なして溢れる水の量がどんどん増えて。なして。なんねん。電気ねん。やばい。お。なんだ。え、なんだ。水が塊になってる。やばい。やべえ。やべえ、逃げなきゃやべえ。なんか青鬼や。あ、遅い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 よー。うわぁ、遅いよ。死にたくないよ。遅いよ。早く外に逃げよう。やばい。死にたくない。死にたくないよ。HDD に入ってるエロ画像処分しなきゃ。うわぁ、もっと違うこと考えろ。鍵は開いていないはずなのに。お前の好きなもんなんだ。俺の好きなもん。お前の好きな食べ物なんだ。俺のスキャン食べ物、唐揚げ。それいっぱい食え。やばい、追ってくる。やばい、死んじゃうよ。中央に寄ってる。中央に寄ってるから、すれ違いができない。どうすればいいの。バリー行ける、これ。窓からバリー行ける。お、玄関から。やばい、やばいやばいやばい。ちょっとね、引き寄せて、こっち側に引き寄せて。え、こっち賢いぞ。うわぁ、ゲームオーバー。何これ、やばい、追ってきた。え、これどうすんのこれ。普通に玄関を何回も調べるんだろう、どうせ。
嘘だ。開け。遅いぞ、こいつ。まだ来んだでも、あいつ。はっ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 。早い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 。な、チープな顔や。何スライムこれ。あれ、萩原流れさん、どうしたんすか。なんだよ。俺悪いスライムじゃねえよ。萩原流れだよ。来るな。おきゃ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 。やっぱ死んじゃう。うわ。寺生まれの T さん。誰だよ。萩原流れだよ。いや。俺は。サイなんだろうね。俺はどうして。思い出さなくていいや。え、思い出さなくていいんだ。何言ってんだよ。ここにいたらダメだよ。怖え。早くこの家から逃げないと。戻った。うん、待て待て、教えてあげる。すごい七色の声を持ってる。あ、待ってくれ。お前は一体。私は黒柳徹子です。いや、似てねえっつんだから。似せる気ない。結局スライムの件はどうなったの。スライムの件について。あれ、うん、なんだこれ。子供部屋。ここはやっぱり森永。ラッピングされた箱。ラッピングだと、あ、箱の角か、赤い何か、え、細かく刻んで箱に詰めたみたいな。赤く染まった。いや、青いけどね。ほんとだね。うお、いや、茶色いけどね。空っぽの瓶。また赤い何かかい。ここにもなんかちょっとベッドも赤くね。何かしら赤い何かって言えばいいと思ってさ。本当だよ。赤く染まった。黄色いしね。テディベア。何なの？黄色のことは赤って言ったやつ。何なの？何なの？何なの？もういい時間なの？本当なの？あ、本当なの？もう今回はここまでなの？そうなの？じゃあプライムが喋ってました。ロッピーが操作しました。さよなら。さよなら。